エッセンスをたくさん引き出せるように頑張ります。それでは行ってきます。さあ、それではリチャード選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。さあ、始まりましたとべとべホークス。初回に取り上げるのは大砲候補リチャード選手。去年はファームでホームランと打点の2冠に輝きました。プロ初出場を目指してオープン戦に臨みましたが、立ちはだかる1軍の高い壁、開幕1軍への切符をつかみ損ねました。本当に満足してないですし、自分の実力がなかった。強みを生かして1軍昇格を狙うリチャード選手。これだけは誰にも負けないよっていう、何でもいいです、簡単です。何でしょうか。力。力、これはどういったことですか。やっぱ体重とかもみんなより重いんで。実際どれぐらい握力とかってことですか。握力は86とか。86？ はい。見たことないです、その数字。そういえばキャンプでもそのパワーに大会長からお墨付きいただいてましたね。お久しぶりです。あ、私のこと覚えていますか。はい。ありがとうございます。え、ここ皮めくれてません。え、痛くないですか、お風呂入るとき。痛い。まさに規格外のリチャード選手。身長いくつありますか。189でした。昨日健康診断伸びました。1センチ。まだ伸びてますか。まだ伸びてるっす。おー、すごい。沖縄出身のリチャード選手、7月に開かれる1軍戦へ熱い思いを明かしてくれました。やっぱ沖縄は地元ですし、自分のレベルもっと上げて、やっぱ沖縄にも行きたいなって思いました。こうやってやってほしい。伝説のホークス応援番組が10年ぶりに完全復活。期待の若鷹から主力選手までその素顔に迫ります。毎週日曜夜9時54分から。